三竹県は、日本の政治家。元衆議院議員、長崎県議会議員、前佐世保市長。長崎県佐世保市出身。東京大学大学院社会科学研修士、家庭修了。長崎県職員、佐世保市職員等を経て、長崎県議会議員選挙に立候補し当選。以後四期十五年務めた。県議四期目の途中、1八十六年の、 第38回衆議院議員総選挙へ立候補するが落選。4年後、1990年の衆議院議員選挙で初当選。しかし1993年の衆議院議員選挙で再び落選し、国政から退く。1995年に佐世保市長選挙に当選、以後3期連続当選。市長在任中は公共事業などのハード面を抑え、 介護保険や育児などの福祉面に力を入れた。高度な福祉やハウステンボス、九十九島、佐世保バーガーなどを活かした観光政策により、佐世保は全国から注目される都市ともなった。3期目の人気満了を前にした2006年8月22日、記者会見で翌2007年の市長選挙に出馬しないことを表明をし、自らの姿勢の後継者として、 させぼし前助役の野口日郎を指名したが、4月22日投開票の同選挙で、野口は全県議会議員の朝長野男に赤敗した。将棋は天五段の腕前で、同じ長崎県選出の元衆議院議員である、久間昭夫とは、議員時代の将棋仲間でもあり、旧知の間柄。ありがとうございます。